小島と美み入社。主に、子供向け音楽のプロデュースに携わり、NHK お母さんと一緒、みんなの歌、フジテレビ、ひらけ、ポンキッキなどで主に子供向け音楽をプロデュース。1976年を泳げ、大焼くんで、第9回レコードセールス大賞を受賞。1987年に退社し、マックスコム設立に参画し、ピッカピカ音楽館を、 音楽プロデュース。その後、株式会社 APP カンパニー設立。レコード、ビデオ等の音楽制作を経て、活動領域を拡大。後世に残したい日本の文化をデジタルメディアで再現。CD ロム、DVD ロムの企画制作及び販売に業務を拡張。さらに、伝統芸能や文学。 歴史をエンターテイメントとして楽しめる、江戸明治東京重ね地図、ご存知古今東西、花鹿新四六など、文化データベース構築に取り組む。その一部を CD r o m DVD r o m として、公開、販売、半串各界より高く評価され、各賞を受賞。2010年株式会社株式会社ジャピール設立。重ね地図シリーズの、今弱散歩重ね地図を制作。 2015年一般社団法人知力交差技術協会理事長。古地図データベースの開発、構築、普及啓発を目指す。また同年アバンデザイン活字学団との協調により、昭和のテレビ同様クロニクル、開け、ポンキッキからピッカピカ音楽館までを DU ブックスより出版。古今東西話化新四六江戸東京重ね地図、江戸東京芸能地図体感。 2002年12月発売ありがとうございます。